はい、それではここからはそのコンピューターのメモリーの配置と容量ということで、まあ、テキストに対関してちょっと補足がありますので、それも含めて説明したいと思います。計算機が扱う情報というのは命令やデータがありますけれども、これらはその0と1の状態で保存されております。まあ、0と1の状態を表すものですね。まあ、実際には機器の中ではその電圧が高いとか低いで0と1の状態を表すんですが、まあ、以後はこれを0と1の状態ということにします。で、この0か1の状態のことをまあビットと言いまして、で、これの状態が N 個集まると、これを N ビットと言います。で、特にこの8ビット集まったものは1バイトというふうに呼びます。で、メモリ容量の単位ですけれども、まあ、1バイトに対して、キロ、メガ、ギガ、テラ、ペタというふうに、この10の3乗ずつ、倍ずつにこう単位があります。まあ、この辺は、何か別の機会ですでに勉強されているかもしれません。で、あと、これを SI 単位系というふうに言いますけれども、この SI 単位系では、このメモリの容量は、2つの異なる意味を持つ場合がありますので、注意が必要です。で、1つは、この10の3乗ごとにこう単位を大きくしていく流儀ですね。で、もう1つは、2の10乗を単位として、こう単位を大きくしていく流儀もあります。なぜかというと、この2の10乗というのは1024で、その2のべき乗ですからコンピューターでは扱いやすい上に、まあ、1000に比較的近い数ですので、こちらのも持ち上げることもあります。ですので、例えばその 1GB っていう単位を見たときに、量を見たときにですね、これがその10の3乗ですね、を基準とした 1GB なのか、あるいは2の10乗を基準とした 1GB なのかっていうのが、場合によって異なってきますので、注意する必要があります。例えば、パソコンを買うときに、カタログでパソコンのスペックを見ていて、メモリの容量というのを調べたときにですね、そのギガがどっちの単位かっていうので、かなりその情報の、記憶容量が少し違ってきますので、まあ、そういうところも注意が必要です。で、さらに、最近ですと、そういったギガやメガのその単位の曖昧さを、なくすためにですね、その2の10乗に基づく単位には、このように i という字を使ってですね、これ二進接頭字っていうんですけども、こういうギガやメガとちょっと違う呼び方をする場合もあります。例えば、ギガに似てるんだけど2の10乗単位にしているものはギビバイトとかですね、それからメガバイトに似てるんだけど2の10乗単位とするのはメビバイトといった、まあ、そういった区別した呼び方もありますので、気をつけておくとよろしいかと思います。では次にその主記憶装置、メモリの配置について紹介します。大体この主記憶装置はですね、1バイトを単位としてこう配置をするんですけれども、まあ、このような形でこう積み木のようにですね、こう線形にこう下から上に積み上げる形でこうメモリを配置することはよくあります。そしてこの1バイトごとにですね、このアドレスというのをつけます。すなわちこのメモリ全体の中でこれが今どの辺かということを指し示すのにこのアドレスという単位が使われます。で、まあ、計算機の世界では大体その数は0から数え始めますので、まあ、一番下のアドレスは0番地と、で次のバイトは1番地っていうふうになりまして、まあ、N バイトのメモリーを表す場合の番地というのは、まあ、0番地から N-1 番地まで表されるという場合がよくあります。で、ここの各番地のこのビット列のところにこう命令やデータが格納されるという仕組みになっています。で、もう一つ、このメモリーの話をするときには、このワードという言葉も使われます。まあ、これは日本語で言うと Go そのものなんですけれども、こちらのワードというのは CPU で一度に処理するデータ量の単位を表したものです。まあ、もしくは CPU やメモリーとの間で1回にやり取りするデータ量ですね。の単位を表したもの、これはよくワードと呼ばれます。最近ですと、このワードに関しては、この64ビット、すなわち8バイトを1ワードとする流れが主流となっているようです。で、今度はですね、この先ほどのメモリの配置をですね、ワード単位で表したものです。で、これは1ワードを32ビットにした場合の、この
メモリの配置なんですけれども、先ほどと異なる点はですね、この1段がこのワードごとのにこう並んでいるということですね。今回はその1ワードを32ビット、すなわち4バイトに設定しまし、定義しましたので、この一番下の段にはこの4バイト分のメモリが配置されていると。だからアドレスで言うと0番地から3番地までのメモリをこう1段目の1ワードに並べて配置しております。で、以後同じようにこの上には4、5、6、7っていうふうにして、こう次のワード、次のワードというふうにこう並べていくというのが、このワードを単位にしたメモリの配置です。まあ、こういう配置も見られることがありますので、注意しておいてください。で、メモリに関する話はここまででして、次にはですね、テキストでは10ページから1.2 節の全金記法を扱っておりますけれども、この全金記法については、また後で必要になったときに導入したいと思います。はい、ということで、第1回の講義のまとめです。今回は、まずコンピューターの基本構成について紹介しました。そして、コンピューターの内部の紹介を行いました。最後は、メモリー、主記憶装置の配置と容量について紹介しまして、その中ではメモリ容量の単位に関する話、それからバイトやワードといった概念について紹介をしました。次回、第2回の内容ですけれども、計算機上での数値と数式の表現について説明したいと思います。テキストですと、12ページから14ページのあたりの範囲になりますので、まあ、必要な人はテキストの内容を見てきてください。それでは、これで第1回の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。